こんにちは。こんにちは。今日はですね、ミュージアムアークの富田さんとおすすめのレザージャケットのブランドを紹介していただくということで、はい、カリブロ12、いいものを作ってるんで、はい、ぜひ紹介したいなと思います。改めてブランドに関してちょっとご説明お願いします。レザーといえばイタリア、特にこのイタリアのトスカーナ地方エンポリっていう場所で発祥した、ブランドなんですけれども、デニム社というイタリアでもすごい有数なレザーメーカーがありまして、はい、そちらに日本的なアプローチでものづくりをしだしたのがカリブロ12。カリブロ12に関しては様々なブランドのレザージャケットも作られて、そうですね、公に言えないのでブランド名は。そうですよね、はい、僕は何ブランドかすごく数多く聞いて、ビップメゾン、コレクションブランド、それこそ1980年代からイタリアを一世風靡したブランドとか、なるほど、いろんなブランドのレザーを担当して作ってるメーカーです。中でもこの僕たちが今着用させていただいているシングルライダースのニューマックスっていうモデルはこだわりが敷き詰まったモデルで、一見すごいシンプルなんですけど、すごいシンプルですよね。作り込みがちょっとえぐいぐらいやってるんで、それをちょっとご紹介したいなと思います、うん、なるほど。これがもうカリブロ12のラインナップの、まあこれ一部だとは思うんですけど、はい、シングルライダース、トラックジャケット型だった、はい、ダブルだったり、こう襟付きのタイプだったり、はい、いろいろある中でも今回富田さんが紹介してくれるのはこのシングルライダース、はい、ニューマックス、カリブロ12と言ったらのこう代表作という代表作です。早速カリブロ12のニューマックスについて紹介していただきたいんですけど、はい、やっぱり着ててすごい感じるのが、うん、レザーの表面のツヤ感というか、うん、マットな、そうですね、仕上がりになってるんですよね。はい、これもやっぱりカリブロ12ならではのレザーの生地なんでしょうか。このレザーをもういかに引き立たせるデザインにしてるっていうのが一つなんですけど、はい、こちらの革が、ブランドのグローブタルコっていうチュニジアの北アフリカの方の原皮を使ってイタリアでなめして作る革なんですけれども、革の名前に入っているグローブ、要は手袋、はい、手袋で使うような柔らかくてしなやかな革を使ってます、はい、もちっとしたような、もちっとした感覚ですよね、はい、そうですよね。だからこそこんなにすごい柔らかいんですね、はい、その革にタルカトゥーラという加工をしてるんですけども、そちらがマット仕上げなんですよね。ちょっとギラギラしたレザーっていうよりはこうマットに品よく仕上げられた革になってます。もう一つは映像では伝わらないんですけど、匂い嗅い、あれしないかも、匂いしないんですよ、はい、これは何も加工してないっていう、純粋に何もごまかさずに仕上げた革だから匂いもしない。革ってすっぴんなほど高級品になってくるので、なるほど、はい、だからすごく手間暇かけた、まあ、革自体もいいんですけれども加工にもこだわって仕上げた革になってます。続いてディテールをちょっと、まずは見ていただきたいのは襟と袖口の小刃ですね。違いますよね、普通のレザージャケットの縫い方が。でもこれなんかどっかで見たことあるなって思うじゃないですか、はい、この加工、お財布とか革小刃と丁寧に作り上げたものでしかやらない加工ですね。磨きと塗ることを繰り返してやるんですけれども、これで一点一点袖口と襟、小刃が綺麗に、なるほど、このスナップボタンもよく見るともうレザーでくるんでる、くるみボタンになってるんですよね。あとは、まあ、バイヤーたちがインラインとちょっと変えてくれたのはこのガンメタのジップですね、はい、これでよりミニマルなレザージャケットの表情になりますし、ニューマックスの良さがさらに引き立たされるんじゃないかなと。あとはまたもう一個細かいんですけど、縫い目の運針っていうか、他の多分レザーと比べちゃうと細かいです。ステッチ幅がすごく細かいので、それもまた上品に見えるポイントの一つです。なるほど。実際に僕が着用して感じることがすごいあって、こう他のレザージャケットに比べて、うん、テーラードジャケットを着てるような感覚というか、本当こう着た時の佇まいがすごい綺麗だなっていうふうに思ったんですよね。これはもうカリブロ12はやっぱ日本企画なので、日本人特有のやっぱ胸がちょっと薄くて、はい、肩がちょっと前に出てるような体型の方が多いんですけれども、はい、まあ、そのシルエットに作り上げているので変にここにシワが入ったりしないんですよね。あとは本当ピタピタって着るんじゃなくて、多少ゆとりを持って幅広い大人の方でもちゃんとかっこよく着れるように計算されたシルエットに、はい、実際私で身長が168センチで体重54キロあるんですけど、はい、サイズが46っていう取り扱ってるサイズの中で一番ちっちゃいサイズを着てるんですけど、僕自身肩幅がしっかりあるタイプなんですけど、はい、それでも本当にこうジャストサイズで着れてます、うん、僕の方も170センチ56キロでサイズ46、同じサイズですねを着ています、うん、まあ、閉めたらちょっとジャストで、開ければまあちょっとゆったり中も着込めそうかなって感じですね、うん、はい、で最初冒頭でちょっと説明させていただいた、ブランド名は言えないんですけど、作ってるメーカーのレザージャケットネットで調べてみたんですよね、はい、そしたらもう実際今僕たちが販売している価格のほぼ4倍ぐらい、
の価格で販売してたので、まあ、実際そのクオリティなので、で考えたら一見高く感じるかもしれないですけど実は安いです。実際富田さんコーディネートのポイントとかってありますか？はい、もうシンプルにやっぱレザー生きるのってもう T シャツかなって、はい、インナーはレザー羽織るだけ結構決まっちゃうじゃないですか、うん、まあ、それでいいかなっていうことで品よく見せたかったのでジョンスメドレーのニットティーとマーカーウェアのスラックスでちょっとマットの表情を合わせたかったので今日はちょっと珍しくグイディを合わせました。僕もですねシングルのライダースってこうシャツとかよりもカットソーの上からざっくり羽織るのが個人的に好みなのと、これだけジャストサイズで着用しているレザージャケットなので下半身はボリュームを持たせたいなということで、パンツはレミレリーフネイビーレーベルのオーバーパンツを着用しています。靴はダナーですね。インナーに関してもシンプルな白のカットソーでサンスペルのを着て、そしてレザーの雰囲気に合うようにアイバンのアイウェアを着用してきました。これだけこうシンプルなレザーのライダース、シンプルだからこそ、さまざまなコーディネートでも使えそうですよね。まあ、何でもいけちゃうですよね。富田さんのようにスラックスで合わせてもらってもいいですし、本当さまざまなスタイリングで楽しめるレザージャケットなんじゃないかなと思います。というわけで、カリブロ12の魅力を伝えていただきました。はい、実際にこう私も展示会に行って、商品を見てきて、はい、いろいろ説明を受けてきたんですけど、やっぱり今回富田さんの紹介を見て欲しくなりました。というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。